実験大好き MNF です。今回の話題はよく見かける監視カメラ、ちょっとの工夫で用途が拡大すると思います。無線機の監視、長期休暇の防犯対策、仮設の門番としてもね利用できると思います。監視カメラにもいろいろとありますけど、屋内屋外型で、屋外型の太陽電池タイプっていうのも合うと思います。特に太陽電池型、内蔵の電池だけでも1ヶ月から2ヶ月ぐらいはね動かすことが可能です。気になる暗視画質についてもね調査いたしました。まあ監視カメラのユニークな使い方紹介させていただきます。監視カメラ驚きの使い方。監視カメラですね、いろんなメーカーさんから出ております。まあどのメーカーもねかなり性能はね近いところはあると思うんですけどね、ガラユーさんの R1 屋外型太陽電池タイプ、それと G2 と言われますね屋内タイプ紹介いたします。屋外タイプの太陽電池、こちらの方は電池が内蔵されております。ですから AC 電源がいらないと、どこにでもね監視カメラが簡単に設置することが可能です。本来でしたらね太陽電池をつければ長期間使用することができるんですけど、太陽電池がない状態でもあくまでも経験上の話なんですけどね、1ヶ月から2ヶ月ぐらい、1日あたり20回ぐらいのね動作でしたら動くと思います。それぐらいね内蔵電池で動くようなね優れた監視カメラとなっております。屋外タイプなんですけどね AC 電源がないのでアマチュア無線化が気になります。ノイズ、これもね非常に少なくなっております。意外とねこの AC 電源から出てるノイズが多いので、屋内タイプっていうのはねノイズに悩まされることが多いんですけどね、屋外タイプはね逆に言うたら AC アダプターありません。非常にねノイズが少ないのが特徴となります。当然ね AC 電源いりません。ですから固定するよりもちょっとしたところに置くような仮設の使い方、あまりこれをね今まで説明してた方少なかったと思うんですけどね、仮設の使い方っていうのがね非常にね便利と思います。いろんなね三脚と組み合わせていただきますとね非常に利便性が高まってくると。この三脚っていうのはね実にいろんなタイプがあります。それらの三脚とね組み合わせしますとね簡単に監視カメラ仮設することが可能です。仮設でしたらどこでも置けると、例えばですけどね部屋の真ん中に置くことも可能だと。常設ですとねそんなところに監視カメラつけるとね邪魔になるんですけどね、誰もいないその部屋のど真ん中にね三脚で立ててしまえばどこにでもねカメラが設置できると。あともう一つの使い方なんですけどね、近距離の監視、近くの距離の監視っていうのもねなかなか便利がいいと思います。例えばですけどね、まあ、無線機とか計器の監視で、あと電波が到達しているかどうかのね確認とか、あとはタヌキワッチですね、要は無線機をね遠隔から見ることができますとね電波が実際に届いているかどうか、またはねタヌキワッチということでローカル局がね運用しているかどうかの確認っていうのもね、監視カメラ置けばねカメラとマイクセットされてますからね簡単に遠隔地からもねワッチすることが可能です。であとは臨時の門番ということで長期間休みの時にねちょっとカメラを置いておくと、これだけでもねものすごく安心感があると思います。三脚アダプター製作、一部の監視カメラにはね三脚に取り付けるためのねネジ穴っていうのがセットされている場合があるんですけどね、屋外型に関してはねほぼネジ穴ないと思います。これはね作る必要があると思いますからね、ぜひとも監視カメラ屋外型三脚で使う場合にはね参考にしていただければと思います。100均で売っておりました金属製のブックエンドを使ってね金具を作ろうかなと思います。まずね固定金具、これをねちょっとネジで固定しないといけないんでね、穴開ける場所をね鉛筆等で指示して、で重心もねできるだけ三脚の真ん中に持っていった方が今回はいいかなと思いましたんでね、意図的にだいぶね三脚端っこに固定するようにしております。まあ周り干渉しないことを確認してねドリルで開けてください。まあ鉄板ですからね簡単にすぐに開くと思います。カメラをね固定するために金具をねネジで固定しておきます。やっぱりこういうところはね接着剤使うよりもねネジ使った方がね確実だと私は思います。まあ3つネジがあるんでねまずポロッと取れることはねないと思います。緩まないようにねしっかりと固定して、
まあこういうところもね、起こったりますとね、カメラがポコンと落ちるようなこともね、稀に起こるんじゃないかなと思います。で、カメラ側のね、固定しっかりできましたね。三脚。で、三脚の方なんですけどね、大きな穴があります。で、もう片一方の方はね、フラッシュ等をね、固定するための金具を使っております。まあこういう部分使えばね、三脚に簡単に固定できると。まあちょっとしたことですけどね、屋外仕様の監視カメラ、三脚でね、置けるようになりますとね、使い方っていうのをね、相当変えることができると思います。まあちょっと強度不足の金具なんですけどね、通常使う分にはね、支障はないと思います。画質は、まあ今回はね、ギャラユーさんのR1 屋外型と G2 屋内型で実際に動画を撮影しましてね、画質を比較させていただきました。左にありますのがね、屋外型、右にありますのが屋内仕様になります。狭い部屋で実際にね、カメラ動かしてみました。屋内仕様のカメラ、こういうカメラをね、使って撮影させていただきます。蛍光灯のね、点灯している状態ではこんな形、くっきりと映ってると思います。今電気切ります。真っ暗ですよね。で、真っ暗になりますとね、しばらくしますと赤外線モードっていうことで、全体がね、白黒のモードに切り替わります。まあ結構ね、こんな形でよく映ってるんじゃないでしょうか。で、次は屋外仕様。R1 をね、使ってみます。コンパクトな屋外仕様のカメラになります。先ほどと同じくね、蛍光灯のあるところでね、まず動画撮影しております。で、この状態でね、蛍光灯を切ります。で、真っ暗になるんですけどね、赤外線モードに切り替わりましてね、くっきりとね、映ってるんじゃないでしょうか。まあ意外とね、暗くても赤外線があればね、こんだけくっきり映るっていうことがね、よくわかるんじゃないかなと思います。で、次はね、赤外線でなくてカラーモード。カラーモードでね、撮影してみます。まあ状態は全く一緒ですね。このような形でね、通常のモードから電気を切りましてね、カラーモード、赤外線を使わないモードです。昔はね、これものすごく真っ暗でね、ほとんど実用性がないんですけどね、これライト一切使ってないんですよ。真っ暗な状態なんですけどね、こんだけまあ綺麗に映ってると。で、次はね、屋外仕様を同じような形、カラーモードでね、撮影してみました。で、電気切りますとね、こんな形ですよ。くっきり映ってますよね。ほんと部屋真っ暗なんですよ。何も見えないような状態なんですけどね。こんな状態でもね、しっかりとカラーで映ってると、顔の方がね、赤外線ほどではないんですけどね、大体の感じはね、わかるんじゃないでしょうか。で、次はね、実際にスマホで撮影した映像をお見せいたします。もうこんな真っ暗なんですよ。iPhone の SE2 で撮ったんですけどね、ほぼ部屋真っ暗。まあこんな中でもね、先ほどのように赤外線モード、カラーモードともにね、しっかりと人がね、映ってたところは監視カメラすごいなと思いました。門番登場。今回一番紹介したいのがこの門番タイプっていうんですか、 R1 屋外型をね、門番としてね、使っております。スマホの画面見ながらね、ご紹介いたします。まさにね、マンション一室開けますとね、突然このような形、三脚に立てたカメラがね、お迎え状態になります。目線と同じ高さでね、撮影してるんでね、比較的顔もはっきり映ると。で、屋外仕様ですからね、このような形で強力なね、ホワイトライトで人を照らしてると。まあこれ赤外線モードも用意されてるんですけどね、今回は意図的にこのモードを使っております。あと、威嚇するためのね、強力なブザー、これ使い方間違うと大変なことになるんですけどね、このようなブザーも搭載されております。あと、双方向でね、会話する機能もありますからね、おいおいってね、声かけることもできます。まあ三脚もね、ほんといろんな種類があるんですけどね、私はだいたいこの一脚にね、ちっちゃな三脚がついたやつよく使っております。非常にコンパクトで場所食わないんですよ。で、このような形でね、ちょっとのスペースに置けると、で、目線に合わせることが簡単にできるんでね、なかなかこういう設置方法っていうのはね、壁面接続では難しいと思います。あと、三脚短くするとね、下からのアングルでも撮れますからね、意外とね、目立たなく設置することができると思います。さらにこのような形のね、小型の三脚使いますとね、本当に下から撮影しますからね、ちょっと障害物設ければね、なかなか見つからないんじゃないでしょうか。で、あと実際ね、今回は雨の中で使うことをね、前提にしてないんでね、方向をひっくり返しになっとるんですよ。
必ず屋外でね濡れるような使い方の場合はね、このような方向、これが正しい使い方となります。監視カメラを近くに置いてありますね、測定器をね撮影しているような感じです。まあ実際測定器に限らずね、無線機とか、あとは金魚とかね、昆虫の観察もねできるんじゃないでしょうか。ピントが合わない時にはね、スマホ用のね100円で売っているマクロレンズも使えますからね、別動画で紹介しております。使い方をねそちらの方でよく見ていただければと思います。屋外仕様と屋内仕様、当然雨に濡れる濡れない差もあるんですけどね、意外とね根本的な差としまして、ホワイトライトっていうことで、本当にね白っぽい強力ライトが搭載されております。で、あと威嚇のためのブザーっていうのもついてると。屋内型はねこういうものがないんですよ。まあもともと屋内仕様っていうのはねペットの監視が中心だと思うんですけど、屋外仕様はねやはり不審者に対する、まあ、警告っていう意味合いもあるんでしょうか。このような機能があります。あと当然ね監視カメラ、最近でしたら双方向にね話すことができると、侵入者誰ですかっていうこともねスマホ経由でね遠隔地から相手に伝えることができると。まあこの辺のね機能を使えばね意外と門番として活躍すると思います。まあ特にね三脚を使って仮設するとしますとね、不審者に対して目立つ場所にね設置可能だと。監視カメラっていうのはね使う用途次第なんですけどね、ほとんどの場合はね目線より高いところにつけると思います。今回はね目線と同じところにつけて、まさに門番として、ね、使ってみました。屋外仕様っていうのはね人の検知が赤外線式ですからね、誤動作もね非常に少なくなっております。こういうね門番として使いましてもね、かなりの確実でねカメラ破壊されるんじゃないかなと思うんですよ、本当のね不審者の人が入りましたら。データにつきましてはねクラウドサービスの方に預けておけばカメラにデータ残ってないです。何秒かのね壊される前までの動画っていうのはねクラウドのセンターに上げることができますから、動画としてね保存することができます。あと実際目線で撮影してますからね、個人が特定できる可能性もあると。どうしてもね上側につけますとねなかなか顔っていうのは見えないと思うんですけどね、目線にねカメラセットしますとね、相手がね顔を隠そうとしましてもね正面からでしたらね一定的なね写真っていうのはね撮れる可能性は高いと思います。こういうね場所にカメラセットしますとね邪魔になると思うんですけどね、三脚を使いまして仮設にしてしまうと、長期休暇の時だけね門番ということでね通路の真ん中にセットをしていけば、それなりのね効果が発揮できるんじゃないかなと思います。まとめの方させていただきます。監視カメラ、まあ、そのまま使う方法もあると思うんですけどね、少しの工夫でね非常にね私は便利に使えると思います。特にね太陽電池仕様っていうのはね結構弓が膨らむっていうんですか、当然太陽パネルもね接続しますとね長期間動かすことができます。意外と仮設の使い方っていうのをね監視カメラで追求していただきますとね、想定外の使い方をねいろいろできると思います。ほんと防犯対策っていうんですか、完璧に犯罪をね防ぐことはできないとは思うんですけどね、まあ相手に対して何らかの威嚇と、まあ記念撮影っていうんですか、まあ何も撮らないよりもね何か撮ってた方がね気分がいいというか諦めもつくと思いますからね、目線でのね監視カメラっていうのもね結構価値があると思います。監視カメラ、監視以外にもね一人でいろんな実験するときに遠隔地にある計器とか無線機撮影できますとねいろいろと使えますからね、ぜひともねこの辺も参考にしていただければと思います。監視カメラはね IoT 機器の中でもいろんな分野にね使っていくことができると思います。ぜひともねいろいろな使い方考えていただければと思います。この辺はね最後は試行錯誤するのもね結構楽しいと思います。ぜひともねいろんな用途に使っていただければと思います。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。